おはようございます。いよいよあさってから H 期カップ第2回開催ということで、今日はね土曜日なんですけど、今日一応準備でね1日参加賞の袋詰めとか抽選の振り分けとか1日かけて準備して明日に備えたいと思います。はい、頑張りましょう。すごい荷物の量よ。ありがとうございます。これね今から作業していきますんでよろしくお願いします。終わりですか。あ、そしたらじゃあその透明の袋もらっていいですか。よかった、ありがとうございます。感じ感じ。うん、さっきこっちで見れる。おはようございます。いよいよ1期カップ開催でございます。すごい人。これから開会式なんでその模様をね撮っていきたいと思います。あ、緊張すぎてる。やっぱ一発かました方がいい。緊張するな。映ってるか。一発かまして。じゃあちょっと早いんですが始めさせていただきたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。第2回 ICK カップ皆さん来ていただいてありがとうございます。この日をですね無事に迎えられたのも普段皆さんが応援してくれているおかげなので本当にありがとうございます。今回もですね皆さん無事故で、無事故無違反ルールを守ってマナーを守って楽しんで大会を、迎えていただけたらなと思いますので皆さんよろしくお願いします。あ、オレンジのバンド皆さん腕に巻いてくれてますか。はい、ありがとうございます。それでは第2回ICK カップ開催いたします。では皆さんお気をつけてください。はい、次行ってみて。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。ちょっと待って大丈夫ですかね。そろそろ。はい、皆さん大変お待たせいたしました。おはようございます。ありがとうございます。第2回 ICK カップ皆さんご参加いただきありがとうございます。天気にも恵まれ無事に第2回開催できることができたのも皆さんの応援があってこそなので本当にありがとうございます。で何かありましたらレスキュー等ありましたらうちの方の松屋の方に電話くれれば迎えに行きますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。それでは皆さんルールとねマナーを守って、釣りを楽しんでいただければと思います。それでは第2回 ICK カップ開催いたします。頑張ってください。頑張ってください。行ってらっしゃい。全然行かないんだ。皆さん気をつけてね。あ、後でバスボートで遊びに行くので緑のボート見つけたら手振ってください。いってらっしゃい。写真と電話上がってます。みんなの様子を見にボートで
行きます。まだ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 、もう見て後ろの人のんきにおにぎり食ってるから時間かけ休憩ね。何もから牛堀とか行ってこいかなって。了解了解。じゃあ気をつけて。はいよ、はい、ではお疲れ様です。頑張って。はい、一撃ブラックおすげえグレードチューンじゃん。グレードチューン、アイスクローンだけじゃないから。いいね、それ流行らそうよ。アイスクローン飛ぶしかないよね。一気ブラックで、新作です、ね、パンツからドライ
もうドライの時期ですよ、皆さん。ねえ、お腹すいた。Tシャツと、ジップパーカーと、いろいろ。ですね、今回もですね、ユーズクレープさん。あ、カバンね、忘れてました。かわいい。あと、カッティングステッカー、これ結構要望多かったんですけど、このね、良きでしょう、これ。私が貼りたいぐらいですよ。はい。物販部さん、こんな感じです。そして、今回もゆずクレープさん、来ていただいております。ちょっと後でね、いただこうかなと。今、9時22分なんで、帰着が、12時半。で、まだね、ちょっと時間、結構あるんで、ご飯食べつつ、ちょっとフラフラ。みんなと遊ぼうかなと思います。遊んでいいかな、分かるけど。クレープを食べたいです。ね、もうちょっと時間がかかる。 OK です。できたら取ってください。はい、はい、すごいのよ、もうこの種類がいっぱいで。いただきます。会場裏はこんな感じです。あます。うまソースです。ソーセージツナコーンをチョイスいたしました。6月の時。ゆずさんのおすすめでチーズ入り。松だ。6月末の時。大会の時。あのレフトの。そうだそうだ。これでマックに来たらそういえば。似てる。カビキリ。カビキリ。うま。めちゃくちゃうまい。あったまるわ。めちゃくちゃおいしい。皆さんお疲れ様でした。楽しかったですか？ありがとうございます。もう健康にも恵まれて本当に釣り日和だったんで、私もすごい嬉しいです。で早速ですね、入賞式、表彰式させていただきたいと思います。はい、ドキドキですね。で今日は思ったより釣れてなかったですね。数があんまり出てなくて、サイズも結構皆さん僅差なところがあって、写真を見てこっちで判断させていただいているので、申請と違ったっていうこともあると思うんですけど、それはこちらで公平に審査させていただいておりますのでご了承ください。はい、それではまずボート部門の表彰からいきたいと思います。ボート部門第1位、見ましょうか。ボート部門第1位、45センチ、新井俊也さん。来ましたね。では1位の新井さんにオリジナルの盾を。はい、
して第1位の発表にいきたいと思います。第1位47センチの雄大さん。雄大さんおめでとうございます。雄大さん、では盾を、おめでとうございます。これを5名様に抽選したいと思います。ちなみにタイミークラッシュもあります。いきますよ。301番、351番、342番。ボートの人ばっかり、ボートの人ばっかり。それでは抽選ラストです。最後です。最後だよ。何番になるかな。151番。集合写真を撮りたいと思いますので、皆さんこちらの砂利の方に集まっていただければと思います。よろしくお願いします。忘れ物がないように。ありがとうございました。ありがとうございました。